してる最中にこの人がですね、この人のなんかをピュッと取ったんですよね。なんかピンかなんか、なんか知らないけど、まあちょっとしたものですよ。あ、それをピュッと取るんですけど、そのことによってこの人が岡部隆さんの話をどう聞いてるのかがパッとわかると。はい、こんにちは、花太郎です。今日はですね、昨日始まりましたですね、和田家の男たちですね、そちらと侍母さんですね、こちらも始まってます。そちら2つのドラマの感想を言っていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、今日お話しすることがですね、こちらですね。はい、まあネタバレは少なめになります。まあ人は普段どうでもいいことは喋ってるよねと。はい、そんな感じのドラマになりますと。で、あとお話しすること、こっち側なんだっけ、和田家の方ですね。和田家の方と、ちょっと短めですけど、侍と。はい、そんな感じになります。で、一応の大体の感想を言いますと、2つとも面白いと。はい、楽しく見れてるドラマって感じですね。じゃあまずこちらですね。和田家の男たちですね。こちらが主役の、相葉さんなんですけど、まあ基本はですね、こちらに書いてる通り、3世代ものって感じですね。まあ何が面白いかというと、まあ3世代、こっちで言えば、ちょっと相関図出しますね。相関図出しますけど、ちょっとでかくした方がいいのかな。ちょっとでかくなったかな。ちょっとでかくなりましたね。こちらの、主演の和田さんですね。和田さんと、お父さんと、あとおじいちゃんですね。この男3人が、まあシェアハウスというか、まあ同じところに住むことになるよと。うん、そんな感じのお話ですね。だからそれからして、まあ面白いっちゃ面白いんですよね。うん、まあそれを誰が好んで見るかっていうのは問題はあるとは思うんですけど、それだけで面白いと。そんな感じでもありますし、あとはまあ1話にしては、まあやっぱりこの段田正則さんですね。どんな正則さんだっけ、もうちょっと言うんだけど、段田康則さんが演じられる祖父のこのキャラですよね。なんかボケ好きやき、うるせえジジイモノだから、ジジイモノとしての面白さもあると。うん、そういうジャンルってね、それこそ昔で言えば意地悪ばあさんとか、まあ自分もそんなにちょっとちゃんと見てたかなっていうぐらいの世代なんで、そういうのってどうなんだろうね。でもこれどうなんだろうな、それこそ本当の70代とかの人とかが見たら怒り出すのかな。それはそれでちょっと面白いけどね、こんなドラマじゃねえとか言って言う人もいたら、それはそれで面白いんですけど、このジジイモノっていうね、新しいジャンルで来たと。でね、これね、本当に見てる時、まあ自分も TVer で見たんですけど、まあ誰が脚本家さんなのかなっていうぐらいね、面白くて、いやこれ誰かなみたいなね。それこそ深夜のテレビ東京とかのドラマを書いてる方とか、あの日のオフビート系の人を書いてる人なのか、誰なのかなと思ったら、あっと驚く、あーみたいなつい途中で見ちゃいましたけどね、もう面白すぎて。はい、そんな感じの面白いドラマですって感じですね。で、全体的にはね、ちょっと尺が長いかなっていう気もするのはするんですけど、まあっていうとこですね。本当はこれ47分ぐらい、まあ、TVer で47分ぐらいですけど、それを40分とか35分ぐらいでまとめた方がなんかまとめやすいのかなとは思ったんですけど、さすが、これね、脚本大石静香さんですね。大石静香さんがぐっとまとめたと。うん、そんな感じですね。で、まず見ていた時面白かったのは、もう最初の段階ですね、自分もそのホームページ見ないで見てたんで、なんか食い出りっていう、なんかその名前の付け方もね、脚本家さんらしい感じもするんですけど、クイデリっていうデリバリーをやってたんですよね、この最初。この人がいて、で、その人がなんかひょんなことから、この3人で住むことになるよって言うんですけど、自分も やっぱ、前情報ない方が楽しいですよね。そういう意味では、そのおじいさんが新聞社っていうね、いわゆる昔のその大手メディアって言われるところで勤めてらして、で、お父さんですね、佐々木蔵之介さん演じる方がテレビ局のまあプロデューサー的な感じなのかな。うん、そんな感じの人になってると。で、こっちの人がさてどうなるのってなった時に、まあここに、まあみんな知ってるから多分大丈夫だと思うんですけど、あれどこだっけ、この人が結局どっか書いてるのかな、イントロ書いてますよね、どっかに。この人がネットニュースの記者と、相葉さんはね、ネットニュースの2社で、こっちはテレビの報道と、新聞と。だからここがね、パンと、ちゃんと思いついて、ちゃんと書けたっていうのが、さすがだなと。うん、そんな感じですね。だから自分も普段生活してて、まあネットニュースって、まあ自分はドラマの方
の系をよく見てるんで、そういうのが流れてきたりとか、あと誰々のおっぱいがしぼんだとか、まあそういうの誰が書いてんだって思うじゃないですか。でも見ちゃうんですけど、しぼんだのかなと思って見ちゃうんですけど、こういうそういうなんかよくわからないネットニュース記者っていうのを、ここにこのこれを書こうと思って、これとこれを足してきて脚本にしたんじゃないのかなっていう感じですよね。でもこれはね、でもちょっと面白いし、あとはそのいわゆるマスコミっていうのもあるし、まあ脚本家さんも一応あの文字をね、あの書いたりする仕事なんで、そこにここの報道メディアっていうのが、面白いですよね。そんな感じです。だからいわゆるまああのコメディーシーンではあったんですけど、その旦那さんがそのね、うるせえ感じやん、そのまあ新聞の世代の人はテレビをバカにするし、テレビの人はネットニュースをバカにするという、そういう構造もちゃんとうまくできてますしね。でそうなってるからこそ、こっちとこっちがちょっとでもなみたいなところもあったりして、これはでもやっぱりもう脚本家さんの視点ですよね。だからそれはどう面白おかしく書くかっていう感じだと思うんですけど、いいですよね。だから自分もそのなんかほら最近ドラマで、まあすぐ YouTuber とか出てくるのは出てくるんですけど、いや YouTuber よりお前らのことちゃんと書けよっていうところもあるじゃないですか。そしたらそのテレビの裏側を書いた感じだったら共演 NG とか、そっちをちゃんと書いた方がなんか受け入れやすいんじゃないのかなっていう感じもしてるんだよね。それか本当の YouTuber さんが YouTuber があってこんなものっていうドラマを作った方がまだわかるんだろうし、わかんないことは書かない方がいいよっていうのが俺は基本的にはそうです。よっぽど調べて書くかしないと、結局この人よく知らねえで書いてるなとか意外とわかるから、だから金持ちの話とか貧乏の話とかもよく知らないで書いてるのってバレちゃうからね。それはそう思います。だから書けるところでちゃんと書いていくという感じも好感が持てますし、あとはそのまあ簡単に言えばですね、このボケって書いてるのはちょっとネタバレっぽくはなりますけど、もうじいさんがじいさんで旦那安則さんですね、名役者なんですけど、旦那さんが佐々木黒之助さんにお前ボケてんちゃうかみたいな、なんかそういう感じにポロッと言うんですけど、そういう感じの面白さとか、本当にシンプルな物語の構造として面白いっていうね、ジジイがおじさんにボケてるのかっていう作りであったりとか、あとまあすき焼きの絡みですよね。すき焼きの絡みがね、前半11分過ぎぐらいから4分ぐらいあったんですけど、面白いです。あれは本当にシンプルに。そうですね。だからキャラっちゃキャラだけど、あそういう人いるわなとかさ、まあ自分の世代で言えばそのどっちかといえば相葉さんに近い世代なのかな、になると思うんですけど、俺の親父のこととか考えたら、まあ、こんなやつだよなみたいな。でもそれがやっぱチャーミングに書かれてるし、旦那さんもチャーミングに演じられてると、その辺がうまいと。あとは自分が一番うまいと思ったのは、これ深川さんっていう、深川義弘さんっていうのは神様のカルテかな、それ撮ってらっしゃる方なんですけど、その方撮ってる方なんですけど、このね岡部隆さん演じるこの滝口さんっていうデスクっていうのと、この綺麗な人ですね、宮沢さん演じる井上さんっていう方と、あと佐々木蔵之介さん、ここですね、この3人が屋上かなんかで、まあこの人ですね、なんかこうスクープがありますよみたいなね、スクープこれいけるんじゃないですかって言って、まあそれをまたちょっとした長ゼリで話して、まあその面白さもちゃんと撮ってるんですけど、その時に話してる最中にこの人がですね、この人のなんかをピュッと取ったんですよね。なんかピンかなんか、なんか知んないけど、まあちょっとしたものですよ。あ、それをピュッと取るんですけど、そのことによって、この人が岡部隆さんの話をどう聞いてるのかがパッとわかると。これは演出ですよね。小粋な演出。本当に座布団一枚って感じですね。だこういうのをパッとできると、まあこれが脚本に書かれてたのか、それかまあ、監督の深川さんがやられて、ね、指示してやられたのかわかんないですけど、こういうのを見るとうまいと、そんな感じで思いましたって感じですね。だから前半本当にね、ジジイがガンガン引っ張っていってめっちゃ面白かったんだよな。そんな感じだから俺10回ぐらい笑ってんじゃないかな。そんな感じですね。
で、あとはまあこれですね。まあこれもジジイさんのなんか言いますよというね。これなんかちょっと気に入ってるんで、まあネタバレない程度にちょっと書いておきますと。そんな感じですね。だから全体的にはね、テレビ、あとまあテレビの報道に関してもなんかちょこちょこっと書いてましたけど、やっぱ大石静香さんっていう脚本家さんは、そのやっぱバランスの取り具合ですよね。だ書きすぎもせず、書かなさすぎもせず、で別に脚本家の主張っていうわけじゃなくて、なそういう意味ではなんかお笑い芸人さんの視点と同じですよね。主張なんてないよと。ただこれって面白いよねっていう、それをちゃんと書ける脚本家さんっていう感じです。まあもちろん本当のちゃんとしたものを書くのうまいんですけど、あとは最後のところですね。最後も1話に関してはじいさんが締めたっていう、ああいうので締める感じとかも、これちょっとネタ面白かったけど言わないんですけど、あの感じもちょっといいんですよね。だからあとセリフもやっぱうまいですよね。そのじいさんが何か起こった時に、このかけるこの2人の掛け合いとか、あとはね、佐々木蔵之介さん、この真ん中に入る形にはなってるんですけど、佐々木蔵之介さんとこの旦那さんのやり取りもちょっといいんですよね。この佐々木蔵之介さんは俺好きですよっていう。そんな感じかな。そうですよね。だからネットで見たらね、さすがに世代が近すぎるんじゃないのかって、確かに俺もそう思います。まあでもそれはそれとして全然楽しめるしっていう感じですかね。本当、ちょっと期待と、あとはどういう風に書いていくか。ちょっと楽しみですよね。さすが1話の鬼、大石静香さんっていう感じがまた出てきてよかったですと。はい、そんな感じですね。もう10分話しちゃった。じゃあ次がですね、サムライ母さんですね。で、サムライ母さんに関しては、これ、城島茂さんですよね。TOKIO ですよね。はい、TOKIO の城島茂さんが、笑いとほろりがいっぱいの全力愛情コメディって感じ書いてますけど、これでかいんだよな。これちょっと切れちゃってすみません、女の子。これも、俺は好きって感じですね。あれちょっとでかすぎるな。あれちょっとでかすぎて、これあれと一緒にしてんだな。多分スマホと一緒にしてんのかな。ちょっとこんなにでかいのかちょっとよくわかんないですけど、これ大丈夫かな。相関図がまずお母さんですね。だから基本的にはまあいわゆる大阪のおかんと、この息子さんですね。関西ジャニーズジュニアの。関西の人なんですね。この人、地元も関西なのかな、この人とこの人って感じですね。そう思うと、まあ、この人が大西さんが関西の人か知んないけど、今が他のドラマだったらそれこそ、そうだ、江口のり子さんか。江口のり子さんも関西の出身の方で関西弁喋ってるけど、関西の人で関西弁喋るのって意外と難しいのかなと、ちょっとそれはふと思ってる。まあそれどうでもいいことなんですけどね。そうですよね。意外と知らない、その城島さんがやってるし、でももしかしてネイティブの人が見たらこっちの方なのかな。不思議だよな。まあ漫才的な掛け合いをするから難しいんですけどね。そんな感じは思ってますと、余計なこと言っちゃったな。そんな感じですね。で、これはまあ TVer で見れます。どこで見れるのって言ったら TVer で見れるよと。で、この番組、このドラマが面白いところは、20分、まあ20分ちょいですね。ちょい、まあ TVer で23分ぐらいの尺なんですけど、そこで前半後半を分けてると。だから、一応、まあサザエさん方式みたいな感じですよね。そのぐらいになってるんですけど、その、いわゆるその10分でちゃんとシナリオを作るっていう意味では、ものすごい参考になるし、勉強になると。あ、このことでこういうことが起こってこうなってこうなりましたよっていう、まあどっちかでもまあ4コマ漫画的な作り方だと思うんですけど、そういうのをちゃんとぴっしり書けると。でこれがね、原作はあの漫画家さんですね。これなんか別のとこ開いちゃったな。これスマホのやつですね。このまあでっかいからいっか。この板場さんだ。ちょっとさっき読み方なんだけど、皆さんですね。この女の方なんですけど、この人のこれが原作になってるんですけど、ちょうどねうまくまとめられてる感じがして、で脚本がね服部さんっていう方なんですよね。服部さんっていう方が関わり、服部さんとモラルさんと、まあ服部さんも自分ね初めて本気知ったのが、あでもあこれはもう服部さんのメインですね。メインで書かれてるっていう感じですけど、ちゃんとうまいと、うまく作られてる感じがしますっていうのと、あとはその主役のあの城島茂さんですねのお芝居が
いいんですよね。だからコントにも寄りすぎず、なんだろうな、あとね、笑わかせようとしないってことですね。だからどうしてもそのお芝居やるとか、そのまあ見せる人とか笑いを取りに行くんですけど、笑いって意外と難しいっつうか、なんだろうな、人を笑わせようとしたら人って笑わないんですよね。そういう意味ではこの辺の感覚、がやっぱりさすがだなと思って、だからその辺も単純に見てる方は笑えるんだけど、この人は至って真剣と、だから笑えるんだという、その辺をもうやっぱりそのね、長年タレントさんとかもやってこられて、その感があるのから全然嫌味がなくてちゃんと見れると、そうですよね、コントによらないっつうか、そんな感じのちょうどいい塩梅をして、さすがだなと、はい、そんな感じで思ってますって感じですね。そういう意味ではよい子の有野さんの方がちょっとなんかこう役者だみたいな感じでなんかなってる感じはちょっとしますけどね。まあそんな感じです。これはまあ楽しく本当に見れるんじゃないかなと思ってますし、あとはこっちにも書いてますけど、まあちゃんと振っといて、まあ、面白い、なんかいろんなお話のやり取りしといて、最後にちょっとほろりとするみたいなね、その辺の作り方もちゃんとうまいんで、安心して見られるドラマだと思いますと。はい、じゃあそのぐらいの感じですかね。まあ2つともちゃんと楽しく見れてるんで、まあ今日に関してはなぜこの2つを一緒にやったかというと、ジジイものとババアものですね。そんな感じなんで一緒にやっときましたと。まあ旦那さん面白いよな。まあぜひちょっと見てくださいっていうのと、まあおっさんはこんなもので笑うんだっていうことをね、ちゃんとこう勉強になるあれかもしれませんということで、はい、じゃあ花太郎でした、失礼します。